戦うキャラクターを登録するんだ。君の持っているバトルカードをフラットパネルに置いてくれ。ヒーローアバターカードを置くと君の分身を登録できるぞ。お題がありそうだ。5枚まで登録できる。登録したらチーム決定だ。次にヒーローバッジを選んでくれ。この後でヒーロースキルとロボスキルのどちらの効果を使うか選べるぞ。よく考えて選ぶんだ。この手はヒーロー、では出発すると戦争開始。今までの敵よりヤバそうだ。勇気を持って挑んでくれ。うちに入隊しない。あれはゴッド玉がスプリント。ゴッド玉はみんなの力を集める仲間のアビリティ発動だ。溢れるぞ。こいつ本気を出そうかね。天丼メダル効果でヒーローバッジのチームカウンドはヒーロースキル発動。仲間のアビリティ発動だ。こいつのアビリティ発動だ。マイナスやろうかを決めるんだ。赤いエリアで決定。仲間のアビリティ発動が溢れるぞ。ロックオンモード突入。カードを動かして仲間のアビリティ発動が溢れるぞ。カウンターアビリティ発動。仲間のアビリティ発動だ。こっちのアビリティ発動だ。ゴッド玉のレベルが上がったぞ。あまりやってくれるぞ。君のチームの攻撃だ。ゴッド玉バトル発生。いや、なんと倒せ。君の勝った。やるじゃないか。敵のゴッド玉のレベルを減らすぞ。仲間のアビリティ発動だ。うらー、やる。やるのを見せてやる。まあ、これほどの強敵を倒すとは。